はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょい、妖怪ウォッチプニプニの実況をしていきたいと思います。今日はね、ガシャパートの予定です。まだ出現率アップしてんのかな。いやね、ちょっといつも結構終わり頃にガシャミッションイベントガシャミッションが来るじゃないですか。なので前半はね、相手回さないスタイルでいきたいんだけど、ゴーキングデッドはちょっと欲しいなとか思って。おすげえ溜まってるな、やってない間に。これだけでも大変だと。とりあえず、どうしようかな、これ分けるか、さすがに。というわけで今回はコインだけ回そっかな。さすがにちょっとコインが多すぎるわ。溜まったコイン回してみた感じみたいな感じの動画にしようかな。楽しみでいいっすね。グップルファント、とりあえずね、目ぼしくないところから回していく。あれ、回んない。楽しみでいいっすね。まあこの辺はね、そんなに期待はしてないけれど。これ S 出ないんだっけ、出るんだっけ、いまいち覚えてない。まあでも5つ、1つ星とかからでも S 出るって聞いたから出るのか。何が出ますかね。あくび出ちゃうね。どんだけやでんっていうね。結構同じカードとか同じ妖怪が連続で出る確率って結構低いと思うんだけど、そういう薄いとこ引いてもな、嬉しくないよね。ちょっとドッキリしたよ、そのためね。お、持ってねえ、魔天使来たー。持ってないでか、カプセルの中でずっと待ってたし、さすがにこれ以上魔天使ギャグか。そう、これね、持ってなかったんですよ、魔天使って。ありがてえ。なんか前ね、前回のマップかなんかでウィキに書いてあったんだけど、ボンボン踊りの時に見て、お、持ってないやつと思ったらね、どうやら違ったみたいで、月コウモリやないかーいみたいな。絶好調。割とまだだから結構レア妖怪っていうか、持ってないとこあるから多分ね。あとそろそろね、なんだかんだで3ヶ月は経ったんですよね。実は初めて3ヶ月経ちました。というわけでね、一応100日経ったらなんか記録ノートとかちょっと見てみようかなと思います。そんなパートもやろうかなと。なんだよね、ドンヨリーヌじゃなかった、なんか間違うな、色が似てるからなって。あくびが出ちゃう。なんか眠いって眠いんですよね。なんか今ね、飲んでる薬がすごいね、眠気を誘発する薬で、すげえ眠気が取れないっていう感じです。楽しみでウィッスね。ウィッスウィッス、おならずもの。こいつは大変だよね、本当に。毎回心配になるわ、なんか日常生活どうすんだよみたいな。むしろなんか、まあ妖怪って食べなくてもいいか知らんけど。バカズキンちゃんが一瞬持ってないやつかと思っちゃったわ。まあね、あんまりいらんし、人間的な心配は不要なんだろうけどね、妖怪にはね。でもなんか心配になっちゃうよね。ババーン。
まだまだいっぱいあるね。結構溜まってたね。やってなかったからな。お、あー、ホーローチか。うん、待ってるわな。まだまだ見ぬ、なんか、いないかな。あとここが G だよね。G と五つ星は最後にしよう。ウキウキするぜ。ウキウキって何が出るんだっけ。全然説明読まないっていう。ああ、まだこの辺の方がいいのか。色のやつよりはこっちこいつらの方がいいやつが出るのか。一応いいやつっていうか。まあ割とね、下のランクの方が持ってないのありそうだからいいんだけどね。うん。ウキウキな気分になる。なんか B とか A とか B が出やすいからね。あ、そんなことなさそう。C とか出るぜ、これからね。あ、D も出るわ。うん。あれさ、もちもち一軒ってあれだよね。デカプに作るんだよね、確かね。うん。割と、下のランクでも、デカプに作るやつとかは、悪くないかなと。攻撃力とかスコアアップとか、ね、デカプに作るとかは、結構下のランクでもいいんじゃないって気がする。結構用途に応じてね、あんまり私使わないけど、サボラス系のやつとかもね、多分どっかで使うこともあるでしょう。リーダーでな、よく引きますな。こいつの胸のやつを見るとあのね、ドッジ断平っていうね、ドッジボール漫画を思い出すね。漫画っていうか、漫画かは一応ベースは、アニメというより。ベースなんか出ないかな。ドキドキするぜ。暑い。エアコンがない部屋だと暑いわね。ワカメくん、ワカメくん、スコアアップのやつがね、上がってくれると嬉しいね。ワカメくんだっけ、結構悩むあるのだよ。メカブとワカメとなんだっけ、何が出ますかね。ニクロマティング、相当低いんだろうな。そう、こいつがどういうように、これ何気に女の子なんだよね、確かね。奥さん、誰かの奥さんなんだよね。この設定おもろいわ。ただならぬ気配を感じますね。いや、気持ち、こいつもね、一緒だよね、確か。力持ちと一緒でデカプニを作るんだよね。暑い。熱射病じゃない、なんだっけ、熱中症になっちゃうか。気をつけてね、みんなもね。うん、お、あの人同時か。結構 A ランクが出るのもまああれなんだろうな、これ。っていう気がするわ。楽しみでびっすね。トミドリー。で、あとがワクワクコイン。何が出ますかね。ワクワクコイン。こいつのお腹はどうなってるんだろうね。あれ顔になってるのか、まあなってるのはわかるんだけど、口とか目が本当についてるのかね。かいかいかい、おつぼねさま。なんて携帯持ってるよね、こうやって見るとね。おつぼねさまね、まあそうだね、電話越しでガミガミしてるっていうイメージなんだろうな、ね、おつぼねさまが。まあまだ電話で言うだけマシな気もするかな。でも電話もかったるいか、直接言われるのもかったるいけどね。あ、こいつは守ってなかったね。おりゃ、楽しみでびっすね。おいっすー。ガキ
か緊張とかいうレベルじゃないね。こんなん多分リアルで言ったらめっちゃ怖いこいつと。楽しみにですね。お、あ、無理食べか。持ってるわな。一瞬持ってない、まだ見るやつが出たかなと思ったけど、まあ言うてもあんまりないのかな、持ってないとこ。わかんないんだけどね。ガチャでしか出ないやつとかも多分いるだろうかね。ガチャじゃない、ガシャね。うん、何が出ますかね。出た、出た、出た、口だけやもんな。こいつもよく書いたら結局携帯持ってるやんみたいなね。うん、なんかでもオフィスレディみたいな感じだね、見た目がね。さあ一つ星行って、次五つ星やって、てか本パ本パでないね。こんなにちょっと思った以上に長かったな。このパートパーゲローしコイン貯めすぎるのも本買いもんやね。結構今回のイベントでコインもらえるからね。うん、ちょこちょこストあの星集めとかしてたら楽しみでいいっすね。いいっす。あ、結構ちょ、この辺も最初にまあね合成、たださこのゲームあれなんだよね。そう、あの合成とかしちゃうとさ全部リセットされちゃうわけでね、分けてて、で何言いたいって、そこがちょっとねあれだよね。だからまあ早めに合成とかしといく分にはね、まあだからやり方としては良かったとは思うんだけど、結局なんだよね。例えば新しくその合成とかが追加されたら結構頑張って育成したとことか、がダメになっちゃうから、育成は本当に最小限でいいのかなとか。お、あー、こいつ持ってるか。バラクエゴー。死神鳥、死神鳥。そう、なんか割とね、一応 S ランクだけはね育成してるけど、ただまあ技レベルだけは本当、技レベル本当極力上げないようにしてるんだよね結局。まあっていうか取っといてるっていうかね。一応まあスピーチ姫とかメインアタッカーはそこそこ上げてるんだけど、あとはまあヤマタンとかが来たらヤマタン一とりあえずレベルマックスにしたいし、やっていこうかなみたいな感じかな、とりあえず。なんか話によると激辛ボーイもワンチャンあるみたいだから、一応激辛ボーイ上げちゃうともいいかもしれないんだけどね。うん、ドクロゴーババーン。その辺はまあいろいろと試していこうかなと。いろいろね情報を見るのも好きは好きなんだけど、やっぱ自分で結構手探りでやるのも好きだからさ、あんまり情報を見すぎちゃうのもやんちょっとねと思うから。てか超ヘブン、さてさすがに S ランクとかは出ないかな。かなり定格みたいだしな。むしろここで運使いたくないんだよね、真面目な話。とりあえずゴーキングデッド引ければあれかな。一応ねポイント集めね、できれば今回のイベント毎回3万取っていきたいんだよね、できればね。てか初日はワンチャン3万いけたんだけど、ちょっと届かなかったんだよね。つうか日付変わっちゃうと横取りとか出してたとこ帰ってこないんだよね。帰ってこないで終わっちゃうから、あーって言って帰ってきたら、帰ってきても足りなかったら足りなかったんだけど、ちょっと寝ちゃったからね、失敗したな思って。楽しみでいいっすね。おー、握りぞぐらい、おにぎり、おにぎり、おにぎり侍。さて、いや、すごいな。結構回してるね。何が出ますかね。何が出るのかな。絶好調、こっちの絶好調ね。てか、アゲアゲハとか欲しいんやけど、まあ、あいつは S ランクだからしょうがないんだけど、割とね、レジェンド妖怪っていうか、大辞典埋めるの好きだから。さあ、5つ星よ。こう9回回したら S1 個ぐらい出てもいいんじゃない？どうなんだろうね。放浪世界。まあ言うては出ても S ランク引いたことあったっけ？ないか。5つ星コインで S ランク引いた覚えがないから。あ、クワノブシね、こいつさっきね、こうさっきっていうか合成しちゃったんだよね、この間ね。出してくれてありがとう。俺ももっと強くなりてー。協力してくれよな。そうそうそう。
結構合成あるやつとかはね、下手に育成とかしたくないけど、ただ結局ガチャとかで、ガチャじゃない、ガチャで引いちゃうと上がっちゃうからね、技レベル。なんかね、個別でその認識1枚しか持てないっていうルールがあるからね、1枚っていうか1体って言っていいのかな、妖怪しか持てないからさ、そこはなんかね、なんか持っといてほしいんだよね、情報としてね。まあでも結局か、難しいのかな、それは。お、いいね、トドロキくん。トドロキくんの技レベルどんどん上げていきたい。でもあと3回か。あ、これ、いや、触る必要ないな。よくない。いけいけいけ。お、きっと、来るもんですね。だ、お前、もうめっちゃ今上がったよ俺。あ、まあこういうパターンあるって聞いたことあるけど初めてだ俺。でも金玉が出て S 以外出たの初めてだ確か。うわ、もう期待したぜ。やめてそれ、その演出いらないよマジで。俺はひどいな。お、マジか、やったぜっていうね、五つ星から S 引いたことないぜみたいなさ、ね、いいこと言ってフラグ回収をさ、こうしようと思ったらさ、楽しみでびっすね。しかもヘコキッシンとかいうこの感じさ、なんなんすかね、マジで。もう、なんかすごい小バカにされた感があるよね、なんつうか。ああ、もう、まあね、多分私は運がいい方なんだと思う。多分みんなは何回もあるだろうからね。私初めてだからね。お、トゲニャン俺持ってないんじゃない？持てたー。そっか。なんかさ、トムニャンってやつ欲しいんだよな。なんかどうやって入手するんだろう、トムニャン。あの、合成素材は持ってるんだけどね。まあ、調べりゃわかるんだろうけど、そこはあえて調べないみたいな。ダメでしたねー。お、闇鏡か。あんまり持ってないかな。あとここが、ここが一応本命やからね。せめてここで S2 個とも S 引きたいな。しかも不思議族って割とね、あんま揃ってないから欲しいんだよな、 S が1枚でも多く。あっ、ダメか。あー、モテヌスね。まあまあまあ、モテヌスじゃない方があったかな、なんだっけ、モテマクールか。あー、でもあれは出ないか。さあ、ここはじゃあ出そうか。結構ね、G から S 出してるからね、私。あれー、なんか、あー、ふーみん。やば、なんか、すごい、なんだろ、こんだけ回して、ある意味、魔天使が一番嬉しかったパーティーンっていう感じか。わかりました。というわけで、コインはいっぱい回してみました。つう感じでした。なんかすげー微妙。なんだろう、なんか、ほんと得たものが全然ないんですけど、びっくりしたな。たまげたな。たまげたな。マジか。え、結局だって、新規ってか持ってなかったとこ、魔天使だけだよね、多分。うっそーん。うっそーん。なんかちょっと、切なくなったね。魔天使が C だっけ。まあ見ても多分使わないだろうけどね。一応見とくか。見た。せっかちパンチ。ああ、まとめて消すよってやつ、ね。めっちゃ魔天使言うてる。はい。というわけで、じゃあ今回はこれで終了です。お疲れ様でした。バイバイ、ドゥエース。